代表として、ご出場され、活躍されました本市出身の落合知也選手にお越しいただきました。目標としていたメダル獲得にはならなかったんですけど、まあ、6位入賞という結果を勝ち取ることができて手応えを感じています。東京オリンピックで新種目だったんですけど、まあ、そういった意味でも 3x3 だったりこうスポーツの素晴らしさっていうのを日本国民の皆さん土浦市民の皆さんにこうアピールできたかなっていうのは自分でもこう手応え感じている部分で、終わってからすごいふつふつと悔しい思いが湧き上がってきてですね、終わった直後はやりきった気持ちだったんですけど、まあ本当に時間が経つごとに悔しい気持ちが増えてきたので、3年後のパリオリンピックを目指したいなっていうのはもう強く思ってまして、パリではメダル取れるように頑張っていきますので、引き続きご支援のほどよろしくお願いします。まあ、これを機に土浦市の子どもたちに教える機会っていうのもどんどん増やしていきたいなと思いますし、まあ、3x3 っていうのをどんどん広めていきたいなと思ってて、何より地元のスーパースターでございますのでこれからもご活躍記念いたします。